こんばんは、しおちゃんのお時間です。イリエワニは原生する爬虫類の中で最も大きくなり、最大のものは6メートルを超えます。またその攻撃性と鈍色さからしばしば人食いワニとしててめえら人間に恐れられています。そこで今回はこの巨大生物イリエワニについて解説していきたいと思います。しおちゃんでは生物の解説をしているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。イリエワニはワニ目クロコダイル科クロコダイル属に分類されるワニの一種です。主に汽水域に生息し、入り江や三角巣のマングローブを好み、イリエワニという和名もこれに由来します。大人のイリエワニはほとんどの他のワニと比べて頭を含むその体の幅が広くなります。若いイリエワニは淡い黄色で、体等に黒い縞模様と斑点があり、この色は大人になるまでの数年間残ります。大人の体色は遥かに濃い緑がかったくすんだ色で、明るい黄褐色または灰色の部分がいくつか見られることがあります。ただ個体によって大きく異なる色のバリエーションがあることで知られており、かなり白いものから黒っぽく見えるものもいます。イリエワニのオスの体長は通常 3.5 から5メートルで、体重は200から1100キログラムです。ただしメスははるかに小さく、全長が3メートルを超えることはめったにありません。非常に高齢のオスは体長6メートルを超え、記録上確認されている中で最大のイリエワニは1979年にパプアニューギニアで漁網にかかって溺死したもので、乾燥した皮膚と頭を合わせた長さは 6.2 メートルでした。この個体は尾の先端が欠落しており、これと乾燥して収縮した体を考慮した場合、体長は 6.3 メートルにもなると推定されています。また、ベトナムで発見された大型のイリエワニは、死後の頭蓋骨に基づいて計算したところ、体長は 6.3 から 6.8 メートルであったと推定されています。さらに、オーストラリア政府の研究では、この種の最大サイズは7メートルにまで達する可能性もあると述べています。スイートハートと名付けられた体長 5.1 メートルの個体は体重780キロであったことが分かっていますが、6メートルの個体の体重は5メートルの個体の2倍以上になります。そのため、ワニの形態と生理学に関する研究論文では、体長7メートルに達するイリエワニの体重は約2000キログラムであると推定されています。ただし、イリエワニは非常に巨大で攻撃的な性格のため、より大きな個体の体重は十分に記録されていないことがよくあります。データが不十分または決定的ではない場合や、民間伝承の観点から誇張されているため、これよりも巨大なイリエワニの報告があり、常に大きな論争の的となっています。科学的な基準を超えて報告されている例として、1840年にベンガル湾で捕らえられた 10.1 メートルの個体があります。この個体の体重は推定 3000キログラムであると主張されていました。しかし、この個体の頭蓋骨はギネス記録によって検査され、長さがわずか 66.5 センチメートルだったことが分かりました。そのため、実際の体長はおそらく 5.89 メートル以下だと推測されています。一方、これまでに捕獲され、飼育されていた最大のイリエワニは、ロロンという名前のフィリピンのオスで、彼の体長は 6.17 メートル、体重は1075キログラムでした。現在、オーストラリアのクイーンズランド州グリーン島にある動物園、マリンランドクロコダイルパークではカシウスと呼ばれる個体が飼育されています。彼の全長は 5.48 メートル、重量は約1300キログラムです。このように、イリエワニは現生する世界最大の下半捕食動物です。しかし、彼らの生涯はかなり小さな体から始まります。孵化したばかりのイリエワニの体長はわずか約28センチメートル、体重は平均71グラムです。また、平均的な大人のオスのイリエワニは、ナイルワニと比べてもかなり大きいにもかかわらず、性成熟期の年齢と大きさはナイルワニとほぼ同じです。イリエワニはインド東海岸、スリランカ、バングラデシュからミャンマー、マレーシア、ブルネイ、インドネシア、フィリピン、東ティモール、パラオ、ソロモン諸島、シンガポール、パプアニューギニア、バヌアツ、そしてオーストラリアの北海岸に至る沿岸の汽水マングローブ湿地、デルタ地帯、
淡水河川に生息しています。中国ではかつて福建省からベトナム国境までの沿岸地域に生息していた可能性があります。漢と宋の時代における人間と家畜に対するワニの襲撃に関する言及で、18世紀までは趣向下流域とマカオ、江西省沿岸部の一部と海南島で発生していた可能性があることを示しています。イリエワニは海上で長距離を泳ぐ能力があるため、フィジーに至るまでの一般的な生息域から遠く離れた地域に時折現れます。彼らは通常熱帯の雨季を淡水の沼地や川で過ごし、寒気には下流の河口に移動します。またイリエワニは縄張りをめぐって互いに激しく競争し、特に優勢なオスが川の最も生息に適した場所を占領します。したがって若いワニは辺境に追い込まれ、時には海にまで追いやられる場合があります。イリエワニ型のワニ特別できる最も特徴的な行動は、塩水でも生息が可能なことです。イリエワニは海水や餌とともに摂取した過剰な塩分を体外に排出する機能のある塩腺を持ちます。この塩腺は他のクロコダイル類も持ち、これはアリゲーター科にはない特性ですが、イリエワニ以外のクロコダイル類は極端な条件下を除いて海に出ようとはしません。さらにイリエワニは海水に耐えられるだけでなく、海流を利用して長距離を移動することもできます。オーストラリアでは20頭のワニに衛星送信機のタグが付けられ移動が観察されましたが、そのうちの8頭が外洋に出たことが分かりました。そのうちの1頭はハーノースクイーンズランド州の東海岸のノースケネディ川からヨーク岬半島の周りを経て西海岸まで、海岸沿いに 590km を25日間かけて泳いでいます。彼らはあまり動き回らなくても、場合によっては単に浮いているだけで流れに乗ってエネルギーを節約することができます。また水の流れの方向が変わるまでの数日間移動を中断し、安全な湾にとどまることもあります。このようにイリエワニは時には陸地を求めて何週間も海上で過ごす傾向があり、鱗の上でフジツボが成長しているものさえいます。この事実はこの種の広範囲の分布と、日本でも奄美大島、西表島、八丈島などで発見例があるなど、ありえないような場所で時々見つかることを説明しています。すべてのワニと同様にイリエワニは暖かい温度でのみ長期間生存でき、寒波が到来すると暖かい場所に移動します。クイーンズランド州北部で発掘されたイリエワニの化石は先進性のものであると判明しました。これまでクロコダイル族はオーストラリアとアジアで進化したと考えられていました。しかし系統学的研究の結果、その起源がアフリカである可能性が高いことが分かりました。彼らは約2500万年前に絶滅したマダガスカルの近縁種であるボエイから遺伝的に分岐しました。その後東南アジアとアメリカ大陸に広がっていったと考えられています。イリエワニに最も近い現存する近縁種はシャムワニとヌマワニがいます。イリエワニは食べ物にこだわりがなく、状況に応じて獲物を変更します。彼らはその大きさと分布により原生のワニの中で最も広範囲の動物種を狩ります。また比較的少量の食料でも長期間生存可能で、何ヶ月も餌を食べなくても生きることができます。通常日中のほとんどの時間を水の中で徘徊するか日光浴をし、夜に狩りをすることを好みます。イリエワニは全てのワニの中で最も活動的で、特に水中ではより多くの時間を活動的に過ごします。彼らはほとんどの種のワニよりも陸地で過ごすことが少なく、日光浴を除いて陸上で過ごすことはほとんどありません。またオーストラリアにおけるイリエワニの季節的な行動に関する研究では、夏はより活動的で水の中でより多くの時間を過ごすことが示されました。逆に冬の間はあまり活動的ではなく、比較的多くの時間を日光浴をして過ごします。イリエワニは頂点捕食者で、獲物のほとんどを待ち伏せして捕らえ溺死させるか丸飲みします。孵化したばかりのイリエワニは小魚、カエル、昆虫、小型水生無脊椎動物などの小さな動物を食べます。体長が 1.2 メートルを超えると、小型の無脊椎動物の獲物の重要性は薄れ、魚や小型の哺乳類、鳥類などの小型の脊椎動物が優先されるようになります。そして大人の個体は甲殻類などの無脊椎動物、遠洋魚を含む様々な淡水魚や海水魚、両生類、
爬虫類、鳥類、さらにはサメなどの他の捕食者、人間を含む哺乳類など縄張りに入ってくるほとんど全ての動物を捕食します。獲物の甲殻類の中でも特にマングローブの生息地では大型のカニが頻繁に食べられます。鳥類の中ではエミューや様々な種類の水鳥、特に地上に生息するカササギガンなどは遭遇する可能性が高いため最も一般的に捕食されます。哺乳類の獲物はオオネズミジカやブタジカなどの有蹄動物やカニクイザル、テングザル、テナガザルなどの霊長類が含まれます。他にもワラビー、金色ジャッカル、カメ、オオコウモリ、ノウサギ、ゲッシ類、アナグマ、カワウソ、センザンコウなどを捕食します。体重わずか 8.7 から 15.8kg、 体長 1.36 から 1.79m の亜成体が50匹のヤギを食べたことが記録されています。このように自分と同じ程度の大きさのあらゆる動物を食べることができます。さらに水牛や世界最大の牛科動物であるガウルをも捕食することがあります。ただし通常非常に大きな獲物を攻撃できるのは大きなオスだけの上、それらの動物は生息範囲がまばらなためあまり捕食されません。ガウルについては別の動画で解説しているので興味のある方はこちらもご覧ください。イリエワニの脳の重さは体重の 0.05% 程度で、哺乳類の脳よりもはるかに小さいのですが、季節に応じて獲物の移動ルートを追跡することを学習することができます。このためオオコウモリのコロニーがある木の下の水域や水牛の群れが餌を食べる場所を理解し待ち伏せをして捕食します。イリエワニは水中に潜り静かに獲物に向かって泳ぎ、その後飛び上がって突然襲いかかります。ただアメリカワニやナイルワニなどの他のワニとは異なり、彼らが陸地で狩猟を行ったことは知られていません。小さな獲物は丸飲みするだけですが、大きな動物は深い水に引きずり込み溺死させたり押しつぶしたりします。彼らの鋭い釘のような歯は最大9センチメートルにも達し、獲物を捕まえてしっかりと掴むのに適していますが、肉を切り取るのには適していません。そのため大きな獲物は回転して肉の塊をねじり落とすデスロールをするか、頭を突然強く動かすことによって食べやすい大きさに引き裂きます。イリエワニは原生動物の中で最も強い交渉力を持っています。てめえら人間がステーキを噛む力は1平方センチあたり約10から14キロで、ハイエナ、ライオン、トラなどでは1平方センチあたり約70キロ程度ですが、イリエワニの噛む力は1平方センチあたり約260キログラムにもなります。彼らの驚異的な交渉力はその解剖学的構造にあります。イリエワニの頭蓋骨の内側にある顎の筋肉のスペースは非常に広く、外側から見ても容易に確認できます。また筋肉は非常に硬く、触れると骨とほぼ同じ硬さで頭蓋骨の続きのように見えることがあります。大型のオスの頭の重さは頭蓋骨の基部にある大きな筋肉と腱を含めると200キログラムを超えることがあります。逆に顎を開けるための筋肉のスペースは少なくなるため、結果非常に弱くなります。全てのワニの中でイリエワニとナイルワニは人間を獲物として扱う傾向が最も強くなります。長い歴史の中でイリエワニは知らずに縄張りに侵入した人間を攻撃してきました。その力、驚異的な大きさ、そしてスピードのため、この捕食攻撃から生き残る可能性は非常に低くなります。インド東部のクルーズ船では事故により28人が海に投げ出され、イリエワニに食べられたと伝えられています。2018年7月にはインドネシアのパプア州で保護区に侵入した男性がイリエワニに食い殺されたことへの報復として、600人のボートがイリエワニとニューギニアワニ292匹を屠殺しています。1945年2月19日のラムリー島の戦いにおいて、撤退中の日本兵のうち約1000人がイリエワニによって食い殺されたという逸話が残されています。イギリス兵は日本軍が退却していた沼地を取り囲み、何千頭ものイリエワニの住むマングローブ林で一晩過ごすことを強制させました。この夜多くの日本兵が生き残れなかったのですが、彼らの死因の大部分がワニの攻撃によるものであるかどうかは
疑問視されています。この他にもこれまでにイリエワニによって年間何千人もの人間が犠牲になってきたと主張されてきましたが、これは誇張であった可能性が高く、おそらく比較会社や狩猟団体、その他ワニに対する否定的な認識を人々に植え付けることで利益を得ている人による捏造である可能性が高いとされています。この評判とは裏腹に、若いイリエワニの多くは通常人間に対して非常に警戒心が強く、以前に人間によって嫌がらせを受けたものはわざわざ水中に潜って泳いで逃げようとします。ただ2歳以上になると自身のテリトリーに入ってくるものを攻撃する傾向が強くなります。このように人間への攻撃の中の多くには縄張り意識的なものがあるようです。通常体長3メートル以下のワニの攻撃はてめえら人間にとって致命的ではありませんが、平均推定サイズ 4.3 メートルの大型のものになると命を落とす危険性が高まります。通常の状況ではナイルワニはイリエワニよりもはるかに多くの人間への致命的な攻撃をしていると考えられていますが、これはアフリカの多くの人々が生計を過半地域に依存する傾向があるという事実と関係があるのかもしれません。ただしアンダマン諸島ではおそらく生息地の破壊と獲物の減少が原因で人間に対する攻撃の数が増加していると報告されています。実際には1971年から2013年までにオーストラリアでのイリエワニの襲撃による死亡者数は合計106人でした。またボルネオ島サラワク州では2000年から2003年までの平均死亡事件数は年間 2.8 件であると報告されています。オーストラリアでは人間に対して攻撃的な行動をとったイリエワニを移動させる試みが行われましたが、問題を起こしたワニは元の縄張りに戻ることができるようで効果がないことが判明しました。イリエワニはテリトリーに侵入されると非常に攻撃的になるため、推奨される唯一の方法は可能な限り彼らの生息地に入らないことです。実際にオーストラリアの野生生物当局によって警告標識が設置されたかは、湖、海岸ではイリエワニによる攻撃の例が少ない傾向にあります。このように人々に恐れられているイリエワニですが、ティモール島では神聖なものと考えられています。伝説によるとこの島は巨大なワニによって形成されたと言われています。パプア人にも同様の神話があり、伝統的にワニは彼らの父親または祖父として描写されることがあります。ララキアの人々は自分たちをイリエワニの子孫だと考えており、ワニをトーテムとしています。トーテムとは特定の部族などに宗教的に結びつけられた野生の動物や植物などの象徴のことを言います。彼らは港の守り手としてワニを崇拝し、ワニの肉は食べません。一方オーストラリア先住民の神話によれば、人々から尊敬の念を抱かれていた淡水に住むワニとは異なり、イリエワニは悪霊に満ちて大きくなりすぎたために淡水から追放されたと言われています。イリエワニを描いたアボリジニの岩絵は珍しいのですが、最も古いものでは3000年前の絵が洞窟で発見されており、これはイリエワニの分布とほぼ一致しています。イリエワニのオスは 3.3 メートル約16歳、メスは 2.1 メートル12から14歳で性的成熟に達し、水位が最も高くなる付近に交尾します。オーストラリアでは9月から10月に求愛を行い、メスは11月から3月に産卵します。このため雨季の気温上昇がこの種の生殖行動を引き起こすと考えられています。ワニは通常毎年栄巣をしますが、メスのイリエワニは隔年でしか栄巣しない例がいくつか記録されています。栄巣地は通常潮の満ちる川沿いの海岸や淡水域、特に沼地でメスが栄巣します。巣は泥と植物でできた山で、通常長さが 175cm、 高さ 53cm、 入り口の平均直径は 160cm になります。メスは通常40から60個の卵を産みますが、最大90個の卵を産むこともあります。卵の大きさは平均 8×5cm です。メスは80日から98日巣を守りますが、その間に洪水や他の動物による捕食のため卵が失われることがあります。すべてのワニと同様にイリエワニの性別は温度によって決まります。28から30度ではすべてメスになり、
30-32度では 86% がオスとなり、33度以上になるとほとんどがメスとなります。メスのイリエワニは爬虫類としては珍しく、母親が子供の世話をします。彼女は孵化したばかりの子供たちの声に応えて巣を掘り出し、孵化を助けるために口の中で卵を優しく転がすこともします。その後メスは孵化した子供を口にくわえて水辺まで運び、数ヶ月の間子供たちと一緒に過ごします。このような献身的な保護にもかかわらず、さまざまな生物や同種による捕食により多くの赤ちゃんが奪われます。イリエワニの大人には天敵がいませんが、赤ちゃんはオオトカゲ、バラマンディなどの捕食性の魚の餌食となるのです。孵化した子のうち生体まで生き残ることができるのはわずか 1% だけです。子供は約8ヶ月後に自然に散らばり出し、約 2.5 歳で縄張り行動を示し始めます。彼らは現存するワニの中で最も縄張り意識が強く、同種のワニに対する攻撃性も高いため、分散すると未成熟の段階から他のほとんどのワニのように集まったり緩やかな群れを作ったりすることは決してありません。生態まで生き残るとイリエワニは非常に長い寿命に達する可能性があり、推定寿命は70年を超え、個体によっては100歳を超える可能性もあります。ただし現在開発などによる生息地の喪失はイリエワニにとって大きな問題となっています。また比較目的の乱獲なども生息数の減少の原因となっています。そのためオーストラリアでは1971年より保護動物に指定されており、以後は徐々に数が増えています。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。